久保さん。まあみんなやんないっすね。まあ僕が思うことはみんなやらないから稼げるってことですね。ありがとうございますと。<laughs> だけどなんでやらないのにやれってこのメッセージを伝えるのかっていうと、それはね、まあ僕はね、久保さんの幼少期知ってますけど、久保さんのね、全くネットビジネス初心者の時から見てて、今こんな感じになっちゃって家も買ってね。で僕もね、中学校の成績オール1とかね、 まあこの動画を見てるあなたよりスペックね、低すぎですよ。で、そんな僕でも自由な生活してるっていうことを伝えたいし、あの、少なくても見てる人にやってほしいっていう思いでやってますよ。だってもうそもそもね、この億万長者合宿なんかもう2年前ぐらいに終わってんですよ、セミナーね。どれだけ続くねん、プロモーション動画みたいな。もうあの、販売終わってますからね、億万長者合宿の。2年前ぐらいに。 1>, 1年かいや、2年前ですよね、もう。2年前 <laughs> ?2 年前に終わってますからね、合宿。うん。で、僕は思うんですけど、あの、なんだろうな。まあ、合宿に参加された、あ、違う違う、合宿にね、あの、参加しなかったですけど、お問い合わせでね、億万長者合宿に参加したら、本当に稼げるんですかみたいなね。稼げるんだったらいくらでも払いますみたいなお問い合わせ来て、ブチ切れたんですけど。 まあその人は来なかったですけどね、回答して。まあ僕たちはもう証拠を見せますよ。まあタイトル証拠をお見せしますって話なんですけど、あの10年後もやってる証拠を見せだろうと思ってますからね。<laughs> こいつらマジで10年後もやってたぞみたいな。まあ生きてたらやってますんで、絶対に。これ言い切ります。パー120%、もう1000%でもいいですよ。生きてたら、久保さんはなんか奥間長者合宿のやりとりで名古屋かどっかでね、ちょっとあの、くじいてね、吉田さんみたいな。 なんか打撲しましたみたいな。病院からも送ってきましたから。<laughs> まあ僕も多分やるんで <laughs> その。酸素マスクとかしてなければ多分病院からも僕も動画撮れるんで。ね、<laughs> 10年後もやってますからね。まあ、それを見せつけますね。<laughs> あの、億万長者合宿に参加したら稼げるんですか <laughs>、うん、あの知らねえと。<laughs> だけど、 やることでしか未来は変わらないっていうことの証拠をね、見せようかなと <laughs>。まあ少なくても久保さんも僕も続けることによって、ね、あの未来変わってますよ。でね、まあはっきり言って億万長者合宿をやってた時は、まだ僕借金ありました。だけど、億万長者合宿みたいにやっときながらね、全然億万長者じゃない、借金まだしてるみたいなね。多分その時まだ借金のこと言ってなかったんじゃない言ってたか <laughs> 今、借金全部返して、この前、あの、親にもね、BMW300 万ぐらいの車プレゼントできたし、これからも変わり続けます。久保さんも僕も稼ぎ続けるし、変わり続けます。それを見せます。証拠をね、変わり続けてる僕たちを見せ続けます。それでもやらないんだったら、まあ、しょうがないですよね。やったら稼げるんですか うん、やって稼いでるよ、変わってるよ、変わり続けてるよっていうのを、証拠を、背中を見せ続けます。言い続けるし、背中を変わり続けてる、動画をアップし続ける、まあ、日々変わってる、本数が変わってるのを見せ続けて、んで、まあ、どう思ってもらうかですね、あとは。まあ、少なくてもこの活動を10年あと続けたら、多分もう何万本つかね、久保さんね。 億万長者合宿のやり取りだけでも相当な数になってると思いますよ <laughs>。おそらく <laughs>。うん。まあ、あとね、あの、10年後に僕、1000話を公開しようと思ってるんで、1000話ね。これ有料で公開するのもう,もう決めてるんで、バックアップ取ってますから。1000話は実はあるんですよ。で、これ今、あの、3シリーズ目か、億万長者合宿。で、1000話を公開してないんですよね。1000話はもうあるんですよ、実は <laughs>。もう取ってるんですね。 その動画有料で売りますから、10年後に。多分10年後、1000話の価値はめちゃめちゃ上がってると思うんで、10万円ぐらいで売りますよ。30万でもいいかな。1000話見たいんだったら、30万払えみたいな。<laughs> そう。もうそれぐらいで売ったろうかなと思ってますけどね、1000話は。はい、別に見なくてもね、あの、1000話を見なくても、なんや、もう3万本無料で見れますよ、みたいなね。<laughs> 3万本無料、 プロダクトローンチみたいなね。1, 1本。<laughs> これ1本いくらで売ろうかなちょっと考えますね。まあ10年後考えます。まあバックアップは取ってるから、あの、久保さんが撮った動画と僕が撮った動画1000はありますんで、もうすでにね。これ1、2年前にも収録してるんですけど。だからまあ、億万長者合宿の、まあ、プロモーションの最後のセールスはそれですかね。 線話を売るっていう、僕の中では。ももともと売る気なかったんですけどね。そう。まあでもそこにはストーリーがいろいろありますので、また線話を公開するぐらい、10年後ぐらいに、またそれをなんかもう、ぶり返してね、話し出そうかなと思うんですけど。うん、あれをもう一回10年後読み上げて、なんかいろいろと、ああだこうだ言いたいですね。うん。まあそんな感じです。はい。 まあ、これからも、あのー、証拠を見せ続けます。いってらっしゃい。